皆さんお疲れ様です。ドッグ&キャットアニマル大好き遊戯です。今回は国内初犬2匹がコロナに感染したということで思ったのが、犬は悪くないっすね。まあ分かんないんですけど、その飼い主さんがどっかに遊びに行って、まあ、かかってウイルスを家に持ち込んでワンちゃんに移してしまって、まあ移してしまったというか、まだはっきり分からないんですけど、その犬の体の中に菌がコロナがあるのか、それともその感染された方の唾液とかが鼻とかについてて、それが陽性反応出たのか、実際のところはまだ分からないんですけど、ワンちゃんの症状も何もないみたいで、まだ何とも言えないんですけど、とりあえずワンちゃんは悪くないなって思います。まあ、ただ僕が心配なのは、こうやってワンちゃんがかかるっていう記事で結構分かりにくい記事が多いんですよね。そのワンちゃんがもう感染して撒き散らすっていう風に思ったりする人もいますし、まあそういった勘違いから散歩に行けなくなったりしてしまったら、いやもうすごいワンちゃんにとっては厳しいなって思いました。他の国はちょっと名前出さないんですけど、コロナ感染の疑いがある人を生きたまま燃やしたりとかしたり、まあ犬とか猫でももうすぐに燃やしたりするのかなっていうふうに思いましたね。いやそれがもし日本とかでも、人は燃やせないですけど動物燃やす人とかが出てきたら、もうすごい嫌というかショックですね。そうならないことを願ってます。まあ、僕も実際家で昔犬飼ってたり猫も飼ってたりして、今も猫2匹いるんですけど、また犬欲しいですね。僕は全部拾ってきた里親とか募集のところとか保健所とかからもらってきた犬や猫だったんですけど、また買う時はそういった里親募集のところとか保健所とかからもらって、また一緒に散歩とかしたいなって思いました。おいで兄ちゃん、兄ちゃんお腹見せて、兄ちゃんお腹見せて、兄ちゃんの声がおかしいんですよね。兄ちゃん、にゃーじゃなくてあおんって言うんですよね。りーちゃん、お腹おっきいね。りーちゃん、これがうちの14歳になる男の子のりーちゃんです。お腹すぐ見せてくれます。結構大きいです。で、鳴き声がちょっと普通の猫とは違う感じがします。かわいいね。長生きしてほしいです。